シンガーソングライターのアンジェラ・アキがメガネを外した素顔を公開し、美人すぎると話題になっている。素顔公開で、美人すぎると話題になったアンジェラ・アキ。初のベストアルバム、タペストリー OF ソングズ THEBSTOF アンジェラ AKI3 月5日発売のジャケットで、トレードマークであるメガネを外していることが明らかとなったアンジェラ。今回、メガネを外すことに関して、アンジェラは、 身を削って曲を作るシンガーソングライターは時に赤裸々で無防備な状態の自分をさらけ出すことがありますと切り出し私にとってメガネはオンとオフを分けてくれ自分を守ってくれる盾みたいなものでしたと心情を告白今年4月から8月に行われる全国ツアーをもって日本での音楽活動を無期限停止することが決定しており盾になってくれたメガネを外すのは象徴的なことです今までの集大成であり 新たな夢への出発地点でもあるベストアルバム初心に帰りリセットの意味も込めてメガネを外す決心をしましたと経緯を説明している恥ずかしいと本音もまた自身のブログではちょっと恥ずかしいんですけどデミと本音を語りながら早く皆さんの手に届いてほしいですと作品への自信ものぞかせた素顔を見たファンからは本当に美人やなぁ美人すぎだろ目の保養できましたなど絶賛する声のほか、 ちょっとびっくりしましたとメガネを外したことへの驚きの声も寄せられている。モデルプレス